はい、皆さんこんばんは。中央政治大学院院長の中谷源でございます。今日は憲法の話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。皆さん憲法勉強されていると思いますけれども、このパネルを見ながらですね、まず憲法とは何でしょうかということでありますが、いずれの国もいろんな政治がありますけれども、大統領がトップの国、またキム・ジョンウンとか習近平さんとか個人がトップの国もありますけど、日本はですね、国民が主権者なんですね。ここにも書きましたけど、いずれの国の憲法もですね、主権者が誰かということを書いてます。それから基本的人権、日本はどういう国ということで、人権を大事にする国なんだと、いうことも書かれてるんですね。それから平和主義、もう二度と戦争によって、多くの人々が苦しむような、そういうことがなくて、もう平和が第一ですと、いうことも書かれてるんですね。そういうことで、今日は憲法とは何かということで、これは国の基本的な決まりであり、国のアイデンティティ、どんな考え方、どんな国なのということが示すことで、一言で言えば国を統治する手段、これが憲法なんですね。今から数万年前、これ縄文時代でした。人々は狩りをしながらですね、暮らしてたんですね。このように縦穴式住居ということで、近くで、木の実を取ったり、動物を飼ったり、海で貝を拾ってきたりですね、そういうことで、人々は暮らしてた。やがて縄文時代、これは1万4000年前ですけれども、共に住むようになりました。そして稲作、米を作るという時代になりました。そして、じゃあ日本というところ国ができたのはいつ頃かというと、大体西暦1、2世紀なんですね。神話ではですね、紀元前663年ということなんですけれども、この絵の人物誰かと言いますと、神武天皇なんです。いろんな地域で力のある人が出てきて、どん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 勢力を拡大をしていった、そういう勢力争いの中で、この神武天皇という方が全国を統一をしまして、そしてその子孫、これに受け継ぐ時に、男の子の一番初めの子、これに継いでいくというしきたりを作ったわけですね。でやがて3世紀になりますと、女性の偉い人が出ました。卑弥呼、邪馬台国があったんですが、どこにということで、この地図のように、いろんなところに卑弥呼がいたという邪馬台国の伝説がありますけれども、非常に実力者がいたんですね。そして、このような豪族がいまして、やがて飛鳥時代になります。中国の古い文章にですね、日のいずるところの国の天使がですね、やってきたと。じゃあ日のいずる国、日の昇る国ということで中国は怒ったそうなんですけれども、これが最初のこの外交文章なんですが、このように隋というところで遣隋使、それが行ったり来たりして中国の文化を日本に伝えました。でここでその天皇の何代目か後に推古天皇、これも女性天皇でした。で聖徳太子さん、これは非常に頭のいいですね、総理大臣みたいな人だったんですけど、国を統一するのにどうしたらいいのとも考えまして、一つは仏教を使う、二つ目は憲法を作る、三つ目は階級律令を作ろうということで、大和にですね、都を作ったんですが、ここで最初に憲法というものができたんですね。皆さんご承知の17条の憲法、第1、和をもって尊しとなし、これに勝る憲法ないですよ。皆さん仲良くしましょう、もうすべて通じます。2つ目、厚く三方を敬い、これは仏様、そして法、教え、そしてお坊さん、
まあ、これは大事ですよ。3つ目、これすごいですよ。御言の利を受けたまわりては必ず慎め。どういうことでしょうか。御言の利、これは天皇陛下の言葉です。それを受けたまわりては必ず従いなさい、慎め。いわゆる忖度なんですね。もうこの頃から忖度文化というのが出てきたんですが、これ悪い話じゃなくてですね、やっぱり上司の気持ちを対して、全力で尽くしますということなんですね。でやがて、大化の改新が出まして、この中野大江の王子と中鳥の鎌足の時代になりました。まあ、一人は天皇になったんですけど、その後天武天皇、奈良時代の初めにですね、今の奈良に平城京を作ってですね、そこで日本という国の名前をつけて、そして日本書紀と古事記、これを作って、初めて文字を使って歴史をとどめました。ですからこれの前の歴史ってないんですよ。ここに書かれていることが全て、日本の記録ということで、もうそういう歴史をですね、作ったわけであります。このような政治機構で、これが平城京ですね。やがて、この貴族の時代から武士の時代になります。力のある者が天下を取るんだということで、源氏と平家の争いになりますが、源氏の方は源の頼朝ですが、鎌倉幕府、ここでですね、北条氏がその後継ぎますけど、御成敗式目っていう決まりを作ったんですね。でこれはどういう決まりかというと、やっぱり武士、侍というのは精神的にたしなみを持ちなさい、もう恥の文化、そして本当の勇気、そして礼儀作法、まあ、こういうこの規律を持ってですね、治めていくということで、まあ、武士が、貴族に代わって、政治をするようになりましたが、これが400年、500年続くんですね。で特に長かったのはこの徳川時代、徳川家康、この人も武家諸法と決まりを作ったんです。武士の例えば参勤交代をしなさいとかですね、お嫁さんは東京に置きなさいとか、お城を作りなさい、そしてお金を使って庶民に、富を配分しなさいとかですね、まあそういうことで藩地方の主体の時代が300年近く続きました。で決して江戸時代は悪い時代ではなくてですね、やっぱり地方の文化はすごく栄えたんですね。地方が、しかし地方を越えて、他のところへ行くっていうのは一般の人は許されてなかったと、まあ、いうことですが、まあ、非常に地方分権の時代だったんですね。ところが、ひっくり返ったのはなぜでしょうか。幕末にですね、アメリカからペリー黒船がやってきまして、圧倒的な力で威圧をしまして、まあ、これは大変だということで開国をしたらですね、全国大騒ぎになりました。で我がの出身の土佐もですね、尊王攘夷か開国かということで大いに揺れまして、この坂本龍馬さんがですね、そのいろいろと若者で、行動しましたけど、この腕に、手を入れてますよね。何を入れてるかご存知でしょうか。これ桂浜にある坂本龍馬さんの銅像なんですけど、まあ、大体一般の人は刀というんです、まあ、ある人はピストルだというんですけど、答えはこの万国公法というですね、法律書を入れてまして、龍馬さんは暇があったらそればっかり読んで、例えば船が沈んだ時はこの万国公法というですね、国際法、国際的に通用する法律があるんだと。ですから論争してもですね、法律で勝つ、もう刀とかピストルの時代じゃないよということで、法律が大事なんだということを信じて、もう突然、開国、西洋に遅れるなということで奔走するんですね。でそこで戦中八策というですね、新しい、時代に向けたマニフェスト、政権公約、これを打ち出します。
で、あの地方の人たちと手を組んでですね、第一、天下の政権を朝廷に返還する、いわゆる政権交代、もう天皇に政権を返しましょうと。第二、上下議政局を置き万機合論に決すべきこと。これ何かというと国会なんです。国会議員を派遣して全部話し合いで決めましょうと。3番目は人材を要請、4番目は外国と交渉、そして5番目、これは古来の律令を設置し無給の体験を汚染すべきこと、つまり憲法、国の決まりを作りましょうと、まあ、こういうことを目指してですね、徳川慶喜公、今テレビでやってますよね、そして、徳川家に、進言をしまして、明治、政府になりました。でこの時明治天皇はですね、五箇条の御成文というですね、天皇でありながら国に国民に誓ったんですね。何を誓ったのか、その第一、広く会議を起こし万機公論に決すべし。どういうことでしょう。もうすべて国民の皆さんが話し合って決めてくださいと。私はここにいるだけですけど、物事はもう広く会議をしてみんなで決めてください。これが明治の最初のスタートだったんです、まあ、つまりもう明治が始まった途端にですね、もう民主主義がスタートしたんですけど、じゃあ国民が一番偉かったかというとそうじゃなかったんですね、もう途端にですね内輪揉めが起こりました。これ西郷隆盛さんと、まあ、大久保利通、そして三条湖、まあ、つまり派閥争いなんですね。で結局なかなかうまいこといかないということで、西郷隆盛は鹿児島に帰って戦乱戦争、そして土佐の人たち、この人は板垣退助を中心とした人が自由民権運動というのを起こしたんですね。これは何かというと、政府が一方的に決めるんじゃなくて国民の人民の力で物事を決めていくべきだ。それはどこか、それは国会を早く開きましょうという運動をしましたけど、なかなか政府が手強かったんです。非常に弾圧がありましたが、まあ、この時にこの植木江守と中井町民という人がですね、憲法というものはこうあるべきだ。でこれはフランスからですね、こう自由とか博愛とか平等とかそういう思想を本にしてですね、こういう国を作ろう、こういう憲法がいいぞというのを民間人からですね提案をしたんですね、まあ、その後江垣氏とも自由は捨てず、これは岐阜県で演説をしている時に、まあ、暴漢に刺されたんですけれども、まあ、この時自由党というですね最初の政党を作ったんですね。政党、自民党みたいに、まあ、これは一人の力では物事は変わらないので、まあ、政党のような同じ考えの人が国を変えていきましょうという組織ですが、まあ、命がけでですね、作ったと、まあ、いうことで、まあ、ようやくこの、憲法ができました。明治22年。でこれは今の憲法とほぼ似てます。第1章天皇、そして第2章市民の権利、兵役義務、非常体験、言論出版集会結社の自由、第3章が貴族院国会、第4章が大臣内閣、第5章が司法裁判所、第6章が会計。もう本当よくできてるんですよ、まあ、はっきり言って今の憲法よりもですね、やっぱりしっかりやるべきことは書いてます、国として。そして、非常に合理的にですね物事がこう動くようになってたんですね。まあ、民主的にはなかなか国会の方は弱くてですね、政府の方が強かったんですね、まあ、ですからまずこの憲法国会ができた後どうなったかというと、やっぱり日本の安全だと考えると、朝鮮半島がやばいぞと。というのは朝鮮半島は常に中国とロシアと日本とその他の国がこう入り混じってですね、非常に不安定だったんですね、まあ、ですから山形有朋という総理大臣がですね、主権線と利益線ということで、この朝鮮半島の上を利益線としてですね、なんとか日本の国を守っていこうと
まあ、したんですね。もう朝鮮半島がコロ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 変わっちゃうもんですから、まあ、そういうことで日清戦争、日露戦争、そしてこの満州の中でロシアとも戦うようになりました。そしてこの伊藤博文さんが、総理が安重根という人に暗殺をされましたが、伊藤博文は決してですね、朝鮮を占領しようと思ってなかったんです。もう対等になんとか朝鮮半島したいという思いでしたけれども、やっぱり恨みを持たれるんですね。まあ、そこで何が起こったかというとですね、韓国併合なんです。もう非常に韓国は複雑に揺れてですね、もうこんな不安定じゃどうしようもない、やっぱり日本と一緒になった方がいいぞという声の方が強かったんですね。まあ、そういうことで、韓国併合があって、でお隣の中国、これももうガタガタになってました。ドイツや他の国がいろんなところを占領して虫食い状態、そこでドイツが第一次世界大戦に負けたもんですから、その敗戦の処理で、まあ、日本がそのドイツの権益をどうするかということで、まあ、対華21カ条条約、非常にきついことをですね、中国に要求したもんですから、まあ、それ以来ですね、中国の人たちは日本は安心できないぞという感覚を持っちゃったんですね。まあ、こういうことで日中戦争になりますが、まあ、世界は第一次世界大戦になりました。非常にたくさんの人が死んだということで、このベルサイユ条約、1919年、国際連盟、これができてですね、もう戦争をやめましょうと、もう戦争する国があったらですね、この国際連盟が懲らしめますよと、まあ、いうような組織を作ったんです。ところがこれ機能しなかったんですね。細かいルールまで、決めてなかったわけで、で日本もですね、この満州をめぐるトラブルでですね、これを脱退したんですね。まあ、非常に作ったものの機能しなかったもんですから、それから10年後昭和3年にパリの不戦条約というのができます。これは国際紛争の解決を、戦争をしてはいけませんというふうになって、ケロック・ブリアン条約ということで、この時集団安全保障ができるんです。これ覚えておいてください、後で出てきますから。そこで日本は道を間違ってですね、ドイツとこの連合を組むんですね。まあ、そこで、まあ、最初は勢い良かったんですけど、ドイツは敗戦を迎えます。日本はドイツと、まあ、組んだもんですから、もう手を広げてですね、もう南方の方まで行ってですね、もうそれがもう手に負えなくなって、もうどん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 、敗戦を迎えます。そこでこのポツダム宣言というのを受けるんです。これは連合国がですね、日本を任せるために条件つけるんです。日本はこの条件を飲むなら皆殺しをしませんと、もうこれ以上攻撃はしませんと、まあ、この中で、要求されたのは、武装解除と、軍隊の行動は今後行わないように誓え、まあ、いわゆる日本の非戦化、力をなくしてしまう、そういう政策 でこの間に占領をしますと、まあ、いうのがポツダム宣言なんですね。まあ、ですから戦後できたこのシエハラ内閣は、そのためにですね、このマッカーサーの占領を受けるんですが、しかしここで事件が起こります。マッカーサーと天皇陛下が会った時に、天皇陛下のこの人間性、態度、私はどうなってもいい、日本国民をとにかく助けてあげてほしい、そういう一言にですね、マッカーサーは打たれまして、いや、この人がいなきゃ日本は統治する自信がないぞと、なんとかして天皇制は維持しなきゃいけないということを彼自身が実感するわけです。しかし日本はもう二度と戦争をするような国にしちゃいけないということで、この憲法改正を命じるんですけど、ここで松本丈二さんという人が憲法改正担当大臣になりまして、まあ自分なりにですね、日本人で憲法改正をしたんですね。この宮沢四原則ということでありますが、まあ、いろいろ案が出ました。
ところがここで起こっているのは、他のアメリカ以外の国がですね、もう日本はその天皇に責任があるんだと、まあ、ですから天皇制なんかやめちまえというのがこのイギリス、オーストラリア、ソ連、まあ、これはもう天皇制をやめさせようと、まあ、いうような圧力がかかるんですね。ここで困ったのが日本政府でありまして、どうしたらいいのということで、まあ、吉田茂氏やマッカーサーあたりが話をしてですね、まあ、突然マッカーサーノートが出るんですね。でここは日本は紛争解決のための戦争、自己の安全を保持するための戦争も放棄をする、日本はその防衛を世界を動かしつつある崇高な理念に委ねるという、ペーパーを出してくるわけです。でこれは何かというとですね、国連なんです、国際連合、まあ、したがって戦争はしちゃいけない、ただし悪い国があったら国連がやっつけますと、まあ、いうような国連があるから日本はそんなに軍備持たなくてもいいんだよと、まあ、いう理想的な考えですね。こういうことをマッカーサーが言い出す。しかしその裏にはですね、いやその代わり天皇制は残さなきゃいかんと、まあ、いうことで、懸命にマッカーサーと日本政府はですね、まあ、手を組んで、まあ、憲法改正をですね受け入れるんですね。ところがこの憲法改正の原案を見たときに、吉田茂氏などですねびっくりしたんです。この全文を見てですね、驚きました。全文にはですね、皆さんも全文を見たら分かりますようにですね、もういろんな国の憲法、いろんな国の姿勢、考え方がもう切り張り、一つの文章がいいとこ取り、今でいうコピペもうこう切り取ってですね貼っつけてますので、全文見てもですね全然日本の匂いがしないんですね。確かに理想の憲法かもしれませんが、どこの国の憲法ですかというような感じで、やっぱり日本人が作ってないもんですから、まあ、理想の憲法というのはできたもののですね、まあ、これが定着するかということでありますが、まあ、特に憲法9条これが問題になりました。この原案を見ると国の主権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は他国との間の紛争の解決をしたのとは永久にこれを放棄する、陸海空軍その他の戦力はこれを失せならない、まあ、これを読みますとですね軍隊なんか持てないよということになりますと、ここで問題したのがこの共産党ですよ。侵略戦争は正しくないが自国を守る戦争は正しいじゃないかと、こんな憲法でいいのかと言い出すのは実は共産党なんですね。で共産党は今の憲法に反対してるんですよ。ところが、まあ、吉田茂総理は、まあ、日本は占領されてますので、この自衛権も交戦権も放棄しましたと、まあ、今 GHQ のもとに、国民の生活が第一ですから、まあ、そのようにやっていきますと、まあ、いうことで最初議論したんですね。ところがここで出てきたのは芦田仁という政治家なんです。これで大丈夫かなと思って9条に2箇所修正したんです。これ芦田修正と言いますけど、9条の全文にですね、日本国民は正義と秩序を基礎とする国際平和を誠実に希求し、ここがポイントなんです。で9条1項はですね、これ戦争しちゃいけないと書いてますので、パリの不戦条約、いずれの国も戦争しちゃいけませんということで、この国際平和のルールをですね書いたんですね。でその次に全項の目的を達成するために戦力交戦権は保持しない、つまりこの国際平和を達成するためにこの戦力交戦権は認めない、まあ、まさにこれもパリの不戦条約そのものなんですね、まあ、そういう意味で修正をしておきました。まあ、その後ですね、まあ、国会でいろいろありましたが、結局共産党は賛成しない、そして南原茂という貴族委員もですね、これじゃあ国際貢献できるのかと、この血と汗を犠牲を払うことなくして日本人が世界平和なんかできるんですかと、まあ、非常にそういうことも訴えましたが、まあ、しかしそれどころじゃなかったんですね。日本は早く、生活を取り戻そうと、まあ、いうことで、まあ、今の憲法ができたんですね。したがってこの憲法ができた後はですね、自衛権もクソもなかったんです。ところがもうすぐに時代が変わりました。冷戦
世界は2つに割れました。朝鮮半島もこの金日成と李承晩、この2人がやってきてですね、38度線で真っ二つ。で、1950年、昭和25年に、マッカーサーが、いや、この憲法はどのような理屈を並べようとも、相手側からして返ってきた攻撃に対する自己の防衛権利を全然否定したとは解釈できませんと、まあ、つまり自衛権というのがあるんだよと、まあ、言ったんですね。で、朝鮮戦争が始まって、もう大騒ぎ。アメリカ軍はみんな朝鮮半島に行きました。日本空っぽになりました。困りました。そういうことで吉田茂はもう非常に苦しんでですね、憲法9条あるのに、警察呼びたいというのを作ったんですね。国会では厳しく、総理、これは軍隊なのかと聞かれると、いやいや、軍隊ありませんと、警察ですよと、まあ、いうことで、逃げ切ったんですけれども、まあ、しかしそういうわけにいきません。もう世界が本当に不穏な雰囲気で、もう朝鮮半島も釜山までやられそうになりましたが、まあ、そういう意味でですね、日本は早めに、主権を回復するということで講和条約を結びます。しかし日本の防衛というのはまだ軍隊がなかったわけですから、日米安保条約、もう米軍が残りますよと、日本の安全のためにという安保条約とセットで、まあ、主権を回復したんですね。まあ、これが生い立ちになりますけど、もう不幸の始まりです。もうこれから60年間70年間ですね、日本の国会は自衛権の話ばっかり、いまだに自衛権あるのとかですね、いや集団的自衛権必要だとかですね、もうこれの繰り返しですから、まあ、私は憲法改正はですね、まずここ日本には自衛権があると、そして集団的自衛権もですね、やはり日本がやられるときには助けてくれる国ぐらいは守りましょう、まあ、強いて言えば NATO のようにですね、お互いに助け合うというのがより、強い自衛権なんですけど、まだそこまでいきません。まあ、ですから今安倍総理がですね、この憲法改正を主張して、4項目、1つは自衛隊というのがあると、2つ目は緊急事態、今のようなコロナの危機の時にですね、もう人々が外出していいのかとか、お店やっていいのかとか、保障はどうするかとか、いや国だ地方だ、まあ、こんな混乱をしないようにですね、しっかりと非常事態の宣言をすると、でそれで国が好き放題できるんじゃなくて、ちゃんと国会がですねそれを見張って、いや3ヶ月ですよとか、もうやめなさいとかですね、国会がこれをコントロールできる、そういうきちんとした緊急事態を作る、これいずれの国もやってるんですよ。緊急事態がないのは日本だけ、まあ、ですからなかなかコロナもですね、収まらないようなことでありますが、やっぱりやるときはきちっと政府がですねやれるような体制、こういうのがいるというのが2つ目。そして3つ目、これは5億、今でも高知県、徳島県、島根県、鳥取県、参議院議員が出せません。これで本当に県民の声が出るでしょうか、国政に。まあ、そういうことで、この5億解消ということで、憲法改正しなきゃいけないんですね。なかなかこれ、進んでないんです。4番目、教育。教育も無償化、どんな方でも、高校、大学までは教育を受けられるようにしましょうと、これも憲法にちゃんと書こうという4項目を出してますが、なかなか国会でですね、議論させてくれないんですね。というのは、野党は憲法を議論するとですね、党が割れちゃうんですよ。日本の防衛も、本当はいると分かってても、共産党に引っ張られてですね、それが議論できない。ですから、国会の憲法審査会も衆議院も参議院も、もう4年間開店休業、この憲法の中身の議論しなきゃいけないんですけど、できない。ようやくこの憲法改正の国民投票の案がですねできたんですけど、やってるんですけど、これはもう共通の与野党共通の部分をこう合わせるとですね、もうここしかできないんです。しかしそれすら共産党は反対してるんですね。全くその国民のことを考えてない、もうガチガチのですね、考えですが、これでは国際社会の中でですね、日本は生き残っていけないし、やっぱり緊急事態、そういうのもちゃんと対応できるようにしましょうということでですね、ずっと歩んできました。まあその後ですね、自民党ができなしたのも、この憲法改正をするためにということでありまして、まあその後は
この日米安保条約、これのおかげでですね、日本の平和がずっと保たれていますが、冷戦が終わってもですね、世界が動乱する中でもやっぱり国際貢献ということで自衛隊が海外でですね活動をする上においても、それから北朝鮮で核やミサイルができてもですね、ちゃんとこう対応するためにもですね、ミサイル防衛というものもできていかなければなりませんし、また同時多発テロ、もう国と国との戦いの時代じゃないんです。国家と国テロリストの戦い、もうテロリストが一人いればですね、何千万人の人が死んじゃうんですよ。まあ、ですからそういうものにどうするかという時代、それから宇宙、サイバー、テロリスト、まあ、こういったですね、ことで対応しなきゃいけません。で最後に、日本周辺のですね軍事力を見てください。陸上兵力、中国160万人、インド115万人、北朝鮮102万人、これ日本の周辺のところをマークでしましたが、中国、陸海空全部ベスト3に入っています。ロシアも金メダルはないけど銀と銅、北朝鮮は3位と、7位、韓国は全部入ってますベスト10に。日本はベスト10に一つも入ってないんですよ。これだけ力が弱い。じゃあどうするんだ日本はということで、これからの社会ですね、日米安保条約、しっかりとアメリカと防衛協力をする。そしてこの中の下の段ですね、バイデン、菅さん、そしてこれオーストラリアの首相、そしてインドのモディさん、そして、まあ、ここにいるのは蔡英文という女性、まあ、韓国もそうですけど、まあ、がっちりとですね、やっぱり価値観を共有しながらですね、守っていこうということで、今クアッドというですね、日米豪、インド、まあ、この4カ国を中心とした、自由で、民主的なインド太平洋構想というのを日本はやっております。まあ、そういうことでなんとかこの日本の平和を守りつつですね、自由と民主主義を勝ち残っていくにはどうしたらいいかということを自問自答しますが、まあ、そのためには憲法改正というのが必要になってきておりますので、ぜひ皆様方も憲法改正について認識を深めていただいてですね、これから の活動、憲法改正が実現できますようにですね、お願いを申し上げたいと思います。お聞きしていただいた皆さんに、心から感謝をしまして、ありがとうということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。